い、かわいい。今回はですね、魔人任務じゃなくて、こっちの伝説任務。魔人任務はメインストーリーですね。なんかこことここはね、まあメインストーリーなんですけども、ここですね、この伝説任務のこの下、本当の宝物、鶴と白子、バットのは各語りき、夢がごとく、稲妻のごとし、ちょっと何言ってるかわからないんですけども、この辺はね、キャラクターのストーリーに特化した、シナリオらしいのよね。こっちはメインストーリーなんで、いろんなキャラクターが現れたりってすんねんけど、こっちは一人のキャラに特化したストーリーが展開されてくるらしい。なんで、この辺をやっていこうかなと思います。じゃあこれでいっか。モンドの最強戦力の争い。うん。で、これいこうか。久しぶりやな、ジンさん。最近稲妻町ばっかやったからな、俺。稲妻リーウェイに行ったから、ジンさんに会うの久しぶりや。お邪魔するぞ。今、モンドの最強は誰なのかって情報を集めてるんだ。ジン団長じゃないの？セピロス騎士団の公式ランキングとかあったりしないか？モンドの最強？ジン団長今副団長や、副団長やからな。すまない、そういった資料はないな。でも一番強力だと思いますけどね。どことは言わへんけどね。どことは言わへんけど、一番最強やと思う。こいつが5位までに入ってないか期待してたんだけど、ね、主人公が入ってるじゃない。そんな統計がなくとも私は栄誉騎士の実力を疑ったことなどないぞ。トワリンぶっ倒してね、こっちは。そういえば最近またアビスの魔術師がモンドの周辺をうろついているらしい。ほう。もしモンドの周りに用があるなら気に留めておいて。でもなぁ、あのストーリー見てからアビス倒しづらくなってんな。人々の安全を守るくらいわけないと思うが。まあそうなんですけど、アビス教団の奴らを倒したらきっと彼のランキングも上がるよな。最強になれる五条悟りやん。とにかく倒すぞ。お前らようそのテンションでいけんな。なんだか君たちのやる気に元気をもらえた気がする。この前妹のところでアビスの正体が人間ってわかったのに、ようお前そのテンションでいけんな。では気をつけて行ってきてくれ。行きますか。アビスを倒せばいいんやな。お？誰やこのクソガキ。悪い、俺のズボンが資料を食っちまったようだな。これで新しい資料を買いに行くといい。大丈夫か？クローバー？ん？なんやこいつ。めちゃくちゃロリきた。あれ？え？何これ？城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一巻の終わり。これ？何これ？暗号？城内爆破は反省室、怪我人いるところに陣団長あり、山火事は一巻の終わり。何やこれ？その生きるための心得だよ。ガイアお兄ちゃん、生きるための心得。めちゃくちゃ小学生っぽいな。パイモン、パイモンと同じぐらい。ほんまに つまり絶対にしちゃダメなことでないとすごくすっごく怖いことが起こるの。怖いこと？あ、自己紹介を忘れてた。クレイはクレイだよ。クレイ、よろしくね。僕鈴木のエドだよ。パイモンって呼んでくれ。パイモンと気が合いそうやな。私のこと知ってる。モンドを助けてくれた栄誉騎士でしょ。あら、知ってくれてる。オイラたちを知る奴がまた一人。感激だな。うん、アンバーをね。あ、アンバー。あ、炎元素っぽいな、お前も。ほう、どうしたの？おじいさんに言ってみ。ささやきの森に埋めた宝物がなくなっちゃったの。宝物？助けが必要みたいだね。おじいちゃんが助けてあげよう。おじいちゃんじゃないわ。おじさんが助けてあげよう。宝物がなくなったのは一大事だな。オイラたちも一緒に探してやるよ。本当？ありがとう。ね。宝物はね、この位置にあるの。地図に場所を書いてある。なんかこのキーホルダー可愛いな。なんかこのキーホルダー。
刺しておいたから分かりやすいと思う。ほう、木の札。宝物がなくなった理由が分かった、ね、誰かにバレたってことか、刺したから。なんやこいつ、可愛らしいロリやな。ラン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 。どうして楽しそうなんだ？だって最近レザーもアルベロお兄ちゃんも忙しそうみたいで。アルベロお兄ちゃん、おじお兄ちゃん。アルベロ？でもクレイは新しい友達ができたんだもん。ここか。お兄ちゃんが助けてくれて、クレイとても安心だよ。着いた。この辺りだよ。あのね、クレイの宝物はここに埋めてたんだけど、穴が開いてるな。なんかアビスがいるんだけど、これな、何、どういう状況？あれ、こんな、なんこれ、このま、あ、これアビスか。なんかアンバーの人形かと思って回ってんの。アビスの魔術師か。まさかジンが言ってたやつじゃ。ああ、言ってたな。今度の近くをうろついてるっていう。あれ、あいつ、これ何、何か持ってないか。ああ、クレイの宝物だ。なんだって。犯人は犯行現場に戻ってくるということか。助っ人を連れてくるとはな。作戦変更だ。ほう。おい、待て、逃げるな。宝物を狙ってたわけじゃなさそうやな、あいつ。クレイを狙ってた感じやな、この感じ。こいつクレイ狙ってたんか。いやかましい、せっかく手に入れたんだ、返すわけない。あ、でも物は、あ、物はちゃんと取ってんや。ずんつ、いやね、あいつめんどくせえな、これ。へえ、おじちゃんの下にも柔らかい。やっぱ、やっぱクレイ狙ってる。クレイめんどくせえな、あいつマジで。アビスの魔術師がいなくなった。は？ここやろ。ここやって。まあ、ここやろ。あれ違う？ん？あ、ここか。あ、お前そっち、こっち。ここに火を吹いたら？どっちで解放される？それどっちや？火を吹いたからか、岩壊したからか。秘境の入り口がこんなところに。あ、どっちでもなかったわ。きっとこの中に逃げたんだな。じゃあ袋のネズミだ。あ、ほら疲れすぎて、ほら、か、あの体が半分めり込んでるように。クレイ、まだ走れるか。ここで休んでてもいいぞ。宝物はオイラたちが取り返してきてやるから。ダメ、クレイも一緒に行く。モフモフが盗んだのはクレイのものだから。モフモフ、勇敢で偉いね。クレイだってやればできる子なんだよ。栄誉騎士のお兄ちゃん、早く行こう。行こうか、お兄ちゃんと一緒にな。危ないから手伝いで行こうかな。あ、そっか、クレイ使えるんや。じゃあな、この伝説任務ってやつは、このメインキャラクターが一人いて、そのメインキャラクターをこういう秘境とかで操作ができるっていう。どういうキャラなんやろこれ。あ、爆弾キャラな。おお、すごい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 。へえ。だだ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 だ。あ、爆弾投げるんや、こんな感じで。はい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 。どうなんやろこれ。強いんかな。あんま強い感じせへんけど。でも、あの、絶対、あの、ロリコンは好きよな。このキャラ。絶対好きよな。パイモンより人気あるんじゃない？ロリで言うと。俺あんま原神のロリキャラ知らんな。なんか2人だ。え、クレイが2人だ今。あ、アビスや。追いつかれたか。少しはやるみたいだな。だがここまでだ。おい、
何をする気だ。人々の噂の中から最強の人間について情報を集めさせてもらって、ほうほうほう、そしたらこの赤い服のガキがモンドでも最強の宝を持っているというじゃないか。そうなん、その宝が我々の手に渡った以上お前たちに勝ち目はない。それ最強の宝だ。そうだな、お前たちでこれの力を試してやろう。ダメ、絶対にいじっちゃダメ。いじっちゃダメ。その焦った顔、今になって怖くなったのか。なんか目つぶったら SM プレイみたい。どれどれ、火の印か。何したこいつ。何したやあいつ。え、それどういうことなん、怪我人いるところに陣団長ありって、どういうあれな、助けに来てくれるみたいな。おい、クレイの宝物って爆弾だったのか。すごい、どうりでクレイがモンドで最強って噂があるわけだ。少なくともオイラは相手にしたくない。あいつ爆弾魔やったんや。でも可愛い顔して、なんで逃げてたんだ。ジン団長の名前言ってたな。そうだ、騎士団に戻ってジン団長に今回の一件を報告しよう。まあ行きますか。はい、宝箱ももらってね、ちゃんと。あ、ジン団長。あ、クレイがいる。クレイ自首する。え、クレイの爆弾人を傷つけた。ここにリュックに神の目つけてんや。クレイ、先に答えてほしい。怪我人は、怪我人はどこにいる。待て、誤解だ。アビスや、倒したわ。でも、モフモフはクレイのものを盗んだだけなのに、クレイの爆弾が。クレイのもの盗むやつが悪いんよ、あいつが悪いんよ。あいつ死んで当然なんよ、元は人間やけど。複雑や。オイラが言った、アビスの魔術師は悪い人っていうのは、ただの言葉のあやだぞ。アビスの魔術師は人間じゃない。ん、あいつらは。そっか、これ、そうだな、人類と敵対する悪いやつらだ。妹に会う前の多分クエストやもんな。モフモフは人類の敵、悪いやつ。わかんなくなってきちゃった。これは私のミスだな。クレイはまだ幼いからこういうことを教えていなかったんだ。クレイって一緒騎士団に入ってるのか。アビスの怪物どもはモンドの脅威であり、とりわけ最近は活動が激しい。まさか最強の宝物のせい。なるほど、オイラ分かったぞ。きっと奴らは宝物の噂を聞いたからクレイを狙った。オイラがクレイの宝物を手に何なのか知りたかったみたいに。じゃあ今回の手柄に免じて今度のバドル同祭の参加を許可する。バルドバルバルバドルドソバルド、なにそれ、バドル同祭、なにそれ。お兄ちゃんも絶対お祭りに来てね。行く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 。その宝物をどこに隠していた。聞く。また星落としの湖の魚に何かのつもりだったんじゃない。あれ、まさか爆弾で。違うよ、オイラたちもすっごい見てるよ。でも団長も見てる。クレイ、クレイ反省室行ってくる。あ、爆破したら反省室ってそういうことか。新団長やばない、体型神体型してるやん。ほんまに人間、ほら見て、フリーナと並んだら腰の位置がまず違うな。
まず腰の位置が違う。でこう横から見るとほらもう仏が違う、もう仏のサイズが違う。で身長もタッパも違う、もうお尻のサイズも違う。神団長な、この服下の服のな、これ着てなかったらめっちゃいいんだけどな、俺太ももが好きやから。ここ神団長がフリーになってたらやっぱフリーナなよな、この太ももがエッチなんすよフリーナはね。うん、ここか、反省会室。ここから出そうか。うん、お願い。ダメ。クレイは真面目に反省してるんだから、誘惑しないで。反省中は、ここでバドル同祭のために特別な宝物を。バドル同祭って何なの？しかも宝物爆弾また。宝物。ウキュウの形にしてみたんだよ。それ爆弾。爆弾だよね。純粋無垢なテロリストなんやな、この子は。はあ、ジンがこの話を聞いたら、きっとクレイの反省室で過ごす時間が長くなるだろうな。あ、一生終わった。短いね、一生一生が。これもすぐ次行けんのかな。あ、え、ない。え、これどうしたらいいの。これか、伝説任務で。あれ、ない。終わりこれで。え、クレイのバルバトー祭見たいんやけど、終わりこれ。なんか終わり臭くね。あ、終わり、あ、終わり。じゃあさ、この鍵を使って神団長のやつ解放する。騎士団長のやつ、こういうぐらいの単発のちょっと短い物語がポン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 あるわけなんや。なるほどね。これもったいないから受け取りたいやんか、デイリーで。で、これで神団長のやつ引き受けて任務に進もう。はい、このまま。まずはこっからか。あなたたち、ちょうどいいところに。ほう。鹿狩りのサラが呼んでるみたい。かぶってるかぶってるかぶってる。騎士団にお願いしたいことがあって、代理団長に伝言をお願いしたい。ああ、いいよいいよ。神に用があるんだな。親しいんですか。そうですね、彼女のしもべって、あのパイモンのしもべ、彼女のしもべだ。しもべ、セピロス騎士団は旧貴族のようになるつもりなんですか。ごめんな、こいつのユーモアはたまにセンスがおかしいんだ。それで伝言って。すみません、本当は自分で騎士団に行くべきなのですが、最近レストランが忙しくて。ほう。実は清泉町との輸送ルートが昼ちゃんに完了されてしまい、食材が届かなくなってしまったんです。それなのに清泉町の狩人たちは知らんぷりして、狩り以外の仕事はしないと言われてしまって。わかった、狩人どもを説教しよう。おいおい、本当にそれで問題が解決すると思ってるのか。輸送ルート上にいるヒルチャールを退治してくださるよう、私の代わりに神団長に依頼していただけませんか。わかりました。助かりました。神団長が動いてくれるならきっとすぐ解決してくださるはずです。ありがとうございます。行ってまいります。みんなに信頼されてるんだな。副団長なのにすごい。じゃ、マジで団長気になんねんけど。バーテンダーのチャールズさんも何か困っているようでした。ほう。ついでに彼のところにも行ってみてもらえませんか。おう、人助けはオイラの心情だからな、任せろ。まあついでっていう割には少し遠回りな気もするけど。まあ行きますか。神団長、副団長のくせにさ、くせにやのにさ副団長やのにめちゃくちゃ人望厚いのすごいよな。団長ってじゃあめちゃくちゃエグいんちゃう。モンド以上の人望あるんちゃう。もう副団長だけでモンド、あの全員がさ、もう神団長神団長言ってんだから。団長レベルになったらもうなあ、モンド以上の顔の広さ持ってんじゃん。てか団長どこにいんねん。失礼なやつだな、人助けに来たんだぞ。人助け、そうか、君たち代理団長のお気に入り。副団長ってか代理団長か、団長がおらん間の代理か。うん、変な言い方だな。では今期の税収報告表をいただけるよう、仁さんに伝えてもらえないか。難しい難しい。
エルザーさんに報告書を提出する時期が近づいてきてね。それにしてもモンドの酒税は高い。暁はね、お金あるやろ、あいつがいる。ディルク、そう、ディルクあいつ金持ちやん。なんで報告票がジンのところにあるんだ？帳面をつけるのもジンの仕事なのか？ああ、すべての管理を代理団長が確認することになって、国家のトップみたいになってるんじゃん、もう。何せ酒はモンドの主要収入源だからな。すごっ。ジンさんはいつも的確な対応をしてくれているよ。確かにモンドってさ、自由の国やから。なのか。ジンの仕事って想像よりもずっと大変なんだな。でもこの代理団長の努力のおかげで我々はかなり楽になった。なんというか今となっては彼女にべったりと頼らせてもらってる。俺もべったりしたい、代理団長に。おいおい、ジンに頼りっぱなしで心が痛まないのか？そう言われると確かに少し申し訳ないな。今度彼女が来たら酒でもおごろう。まあ彼女にそんな暇はないかもしれんが。言い訳にしか聞こえないぞ。じゃあオイラたちもさっさとジンのところに行こう。めちゃくちゃやることあんねんな。俺まだ稲妻とさ、リーウェイ、まあ、稲妻も途中やし、リーウェイは全部クリアしたけど、まあ、モンド、リーウェイ、稲妻って見てきたけど、確かにモンドって自由の国っていうから、めちゃくちゃその、統治国家じゃないのよな。リーウェイは、一応、人間の権力者たちが治めてる。まあ、一応、ガンシンはいたけど、ガンシンは結局最後のところ人間に任せるっつって。で、もともとずっと人間に任せるってもう言ってたから、まあ、権力者の人間が治めてる。で、稲妻に関してはもう 100% 多分、話の土地やけど、多分 100% ライデン将軍、神が治めてる土地やん。うん。他の場所は分からへんけど、トップがおらんってなかなか大変じゃない？マーガレット？それで成り立ってんのすごい。この国が。私の猫がどこか行っちゃったみたいなの。いや知らんて。いなかった？いや見てないて。困ったわ。もし帰り道が分からずに迷ってたら。まあ探しますかじゃあ。相変わらず親切だな。でもオイラたちだって別の用事があるだろう。サラとチャールズの件で急いでるんだから、先にジンのところに行こうぜ。あら、君たちもジンのところに行くの？え？猫を探してるんじゃなかったのか？そうよ、猫。前マジで、何でもやじゃないよ。え、代理団長、あの一応セフィロス騎士団って結構なあ、ちゃんとした集団なんやから、あの、その何でもやじゃないよ。猫探しまでジンにお願いするのか？あれ、ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ジン優しすぎるわ。お人よしやな。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておいてくれる？今度キャッチテールに来たら一杯おごるから。こいつらなんで金じゃなくて物な。しかも飲み物一杯とか。金払えや。おい、仕方ない。猫のリトルプリンスのことも一緒にジンに伝えよう。すごいな代理団長。代理団長あんな忙しいのに、もうガイアとかどこ行ってるかわからんぐらいフラフラしとるからな。あいつどこで何してんやろ。リサネはずっ と図書館にこもりっきりやし。あれ、代理団長いるか？団長。どうした団長。栄誉騎士だったか。すまない、少しぼーっとしていた。何かトラブルでもあったのか？まあトラブルというか、まあいろいろと。確かにあるにはあったけど、オイラたちは伝言を伝えに来ただけというか。なるほど。苦しそう、顔が。ご苦労だった。顔が苦しそう。依頼は確かに受領した。すぐに出発の準備を進めよう。苦しそうですやん。まずい。は全部だよな。サラ、チャールズ、マーガレット。うん、合ってる。じゃあこれで失礼するな。あ、ジン。ジン？おい、ジンどうした？
ジンの体調が優れないようなので彼女を大聖堂へ連れて、あ、バーバラちゃん、バーバラ来るんじゃんこれ。もう大聖堂と言ったらバーバラっしょこれ。ほら来た。ジンの様子は大丈夫だよな。うん、過労みたい。安静にしておけば大丈夫だと思う。働きすぎよ。連れてきてくれてありがとう。あなたたちがいなかったらきっとまた無理してたから。そうだな、ジンってば毎日仕事ばっかりだから、はあ、この人昔から無理ばかりするの。自分のことはいつも後回しなんだから。こういったこと実は初めてじゃないんだ。大変やな。そうだ旅人、あなた栄誉騎士なんでしょ。団長が倒れたなら騎士のあなたが彼女を助けるのが普通じゃない。まあ普通か分からないけど。それはそう。普通って何ですか。正式なセピロス騎士がいるんだから。オイラたちの出る幕じゃ。ほんまや、アンバーとかガイアとか何してんのあいつ。ジンの仕事ってすごく多いから人手が多いに越したことはないと思うの。だから騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。ジンの世話は私一人でもできるから。なんかオイラたちを追い出そうとしてないか。ん、なんでもない。じゃあオイラたち行くから。行きますか。じゃあ仕事押し付けられたな。はい、戻ってきた。ガイアだ。お、お前何してんねん、手伝え。 お前さん方待ってたぜ。なんや。が倒れた時の話は聞いた。ああ、はい。騎士団を代表して礼を言わせてくれ。急に真顔でお礼を言われるとなんだか照れるな。俺たちの大事な代理団長の恩人だからな。これくらいは当然さ。そうだ、お礼の他にも。お、俺の膝くれる。お前のそのストレートに話すとこ気に入ったぜ。でもその前に、もうまずは騎士団のことを手伝ってほしい。やれや、騎士団は騎士団のこと自分たちで。ジンの仕事を分担してほしいんだな。ああ、お前がジンに報告した件だが、うん、すでに代わりの手配は済ませてある。はあ。けどジン以外のやつに任せるのは何かと心配でな。手伝いが必要そうなところがあったら手を貸してやってほしい。モンドの栄誉騎士が協力してくれるなら俺も安心で。栄誉騎士っていうこのネームバリューというかネームだけがなんかなあ、こうふわふわっとモンド中に広まって、なんか何でも屋さんみたいになってません、ね、これ一応ドラゴンを倒した英雄ってことなんですけど、別に何でも解決してくれる英雄じゃないですよ別に。旅人をいくら褒めても何も出ないぞ。それよりお前も手伝え。俺にはもっと重要な任務があるんだよ。いろいろにゃねんそれ。準備が必要でね。仕方ない。確かサラとチャールズとマーガレットだったよな。でも税金の報告はどうすんの。ああ、よろしく頼む。他の2つはできるけど税金の報告とか知らないですけど。知らない知らない。税金のあだこうだは難しい難しい。なんでお前がいいの。あれ、あの猫君の猫だったんだ。ウェンティなんでいいの。金融野郎、お前も久しぶり。に来てたのか。手伝い、手伝ってほしいのは僕の方だよ。いやもう嫌や。あれ、でも今マーガレットにリトルプリンスのことを聞いてたよな。いや、僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだ。ほう。その犯人が猫のリトルプリンス。あ、なるほど。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけど、ちょっとばかし自由すぎるよ。リトルプリンスはやんちゃだからね。これが子供に甘い親というもんだね。バルバトスみたいだな。素敵な比喩だ。あ、コホン、ひとまずリトルプリンスを見つけよう。今夜演奏の予定が入ってるから早くスペアの弦を取り戻さないと。下手したらお客さんをがっかりさせちゃう。そもそもなんで猫が弦を盗むんだよ。猫は毛糸玉が大好きだからよ。ああ、なるほど。星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だからいつも毛糸玉のようにぐるぐると巻いて持ち歩いてるんだよ。
これは銀融詩人の小さな秘密さ。うん。へえ、現に風元素の力が。よし、手がかりゲットだ。早速元素。あ、そっかそっかそっか。それで見れんや。きっと何かしら風元素の痕跡が残ってると思うぞ。例えば足跡とか。頼んだわね。リトルプリンスは商業エリアと住居エリアの近くにいるはずよ。うん。いい？リトルプリンスは黒猫よ。分かってる分かってる。俺あいつに失礼しようか教えてもらったから。この魚はリトルプリンスの大好物だから持っていけば何かと役立つはずよ。了解。探しに行くか。じゃあ元素四角見て。おお違うね。猫かと思ったら猫でもないし。あれアンバーやん。こっちアンバーか。出発するね。あ、アンバーだ。もしかして依頼の件かな。あ、あんたたちも来てくれたんだ。今から出発するところだよ。ヒルチャールの討伐はこの偵察騎士に任せて。あ、ヒルチャールの方行ってくれんじゃん。ソロソン、どうしたの。安心して、偵察騎士の実力は本物なんだから。ごめんなさい、実力を疑ったわけじゃないの。お店のオーダーがあまりにも多くてちょっと困ってて、今もまた変なオーダーが来たんです。それでパーティー用のお料理。変なオーダーではない別に。何か手伝いましょうか。いいの？お手伝いしていただけるんですか。よかった。あなたは鹿狩りの恩人です。あれ私の見せ場が取られた気がする。じゃあこの新しいオーダーはあなたにお任せしますね。まずは食材集めから始めましょう。でもなにこれ、誰なにこれ、なにこれ、なにこれ、料理の味とか。どこパイモン、そこは気にしない。誰と喋ってんの。パイモン、名誉に関わる戦いです。あれこれとエリ好みはいたしません。誰と喋ってる。パイモン、ちょっとよく考えたらここにいるはずなんか。お願いしますね。よく考えたら普通ここにいるはずなんや、パイモンが。そう、早く準備してください。アンバーさんもお願いしますね。ここで待ってますから。ちょっとせかしてくるやん。パイモンがおらん、急に消えた。警戒心が強い。わからん。見つけてない。ぐちゃぐちゃ。見つけてない。どんなとこにいたかもわからない。なんか後ろから近づこう。そっとだ。足音を立てないよう体を低くして。なんか同じミッションが重なりすぎてぐちゃぐちゃになってる。ゴリラみたいに飛べないのって大変だな。もう不安だったら魚でリトルプリンスの気を引きつけてみたらどうだ。魚は猫の。どこにいんねん。お前どこで見て。魚がなくなったら近くの湖で取れば大丈夫だ。さあ行くぞ。どこにおってん。知らんて。お前だけやん見たん。こっちか。いた。いやーもうお前結構消えた。くっそ、警戒心が強いんだな。でもまだ遠くには行ってないはずだ。元素四角でもう一度探してみよう。いけるぞ。ほれしゃー、手づかみ。フラワー3つと鶏肉3つ。これはい準備できました。スイートフラワー3つと鶏肉3つ。はい、オッケー。こっちもオッケー。うん、合ってますね。食材は揃いました。じゃあ7番宅からのオーダーです。鶏肉のスイートフラワー漬け焼きを一つお願いします。ほう、完璧に旅人のことを料理人扱いしてる。鹿狩りの手伝いをしてくれるんでしょ。出来たての美味しいのお願いしますね。お前それどうなん、料理人としてプライドはないの。自分で作ってこその料理なんじゃないの。あ、どっち、こっちか。こっちあげろ。はい、なんかもう持ってたあげる。これ甘、シェフじゃないんか。周りのシェフにも全然負け
ていませんよ。あ、お前シェフ、シェフじゃないんか別に。人参とお肉のハニーソテーもお願いします。人参とお肉のハニーソテー、 これどうなん、うまいの？うわ、なんか俺料理でき、今実家暮らしだから料理あんまできんけど、一人暮らし料理できるんだったらさ、頑張って作ってみたいな。原神の飯。看板メニューなんです。鹿狩りの誇りがギュッと詰まってます。騎士団の会食でもよくご注文をいただくんですよ。では人参とお肉のハニーソテーのレシピを教えますね。おいおい、鹿狩りの看板メニューのレシピを、お前どこ見て話してんの。おい、大丈夫なのか。あなたの料理の腕なら、どこ見てんの。お前誰と話してんの。怖いねんけど。右向けよ、こっち。人参とお肉のハニーソテーが一つ完成したら、こちらに持ってきてください。お前目合わせて話せや。頼んでんやから、物頼んでんやから、せめて目を合わせよ。はい、どうぞ。クソうまそうやな、これ。原神の飯うまそうなんやな。これはあなたが作ったんですか。その料理の腕すごいです。あなたのような料理人を待ってました。いや、これでもう大丈夫そうだな。ええ、ありがとうございました。後のことはアンバーさんがうまくやってくれるはずです。いつか冒険に飽きたら鹿狩りで働くことも検討してみてください、ね、いや嫌です。普通に嫌です。しゃあ、じゃあ次黒猫。リトルプリンス、やっと帰ってきてくれた。どこ行ってたのよ。かなり探したんだぞ。リトルプリンス、私を見捨てないでちょうだい。話聞いてないやん。おいおい、二人の世界に入っちゃったよ。星鉄の弦もあったぞ。ほら、弦をやろう。本当に見つけてくれたんだ。もう諦めかけてたよ。感謝の気持ちに、この弦で貸し切りステージを用意してあげたいくらいだ。はあ？猫アレルギーか。リトルプリンスがこんなに近くにいると猫アレルギーが。神のくせに。通りで自分で捕まえられなかったわけだ。とにかく助かったよ。じゃあお先に。しゃあ、これでこっちも解決かな。あと一個が多分下の税金に関してはちょっと俺無理。ちょっとどうすんの、無理やって。税金は誰かちゃんと税理士呼ぼう。ああ、でもリサネイリやん。リサネイはちょっと税金に詳しそう。ちゃんと活動してんやな。でもセフィロス騎士さん、倒れたって聞いたから、書類仕事は私が引き受けたの。できそう。そうなのか。じゃあオイラに手伝えることはなさそうだな。あ、待って、実は。ん？私が言おう、リサさん。先ほど取引先から急な注文を受けたんだが、店内の在庫が足りてなくてな。実はワイナリーからの搬入が遅れているんだ。ほう。よければ荷物がどうなってるか確認してきてくれ。これなんか結局アンバーと合流してない気する。どうなの？そんなに緊急なのか？ああ、臨時の注文でね。できれば急ぎたい。はあ、わかりました。それに何か問題があったんじゃないか。ちょっと心配です。じゃあわかった。なんか大手。今度ディルック様がいらっしゃった時にきっと何かおごってくれるだろう。そうこなくちゃ。行きますか。なんかアンバーと合流しそうな気がする。アンバーは別におらんか。ほう、なんやここ。こんなとこに荷物があったのか。助けに来てくれたのか。ありがとう。襲われてんのか。長いことワイナリーで勤めてきたが、ヒルチャールの強盗に会うのは初めてだよ。もう少し来るのが遅れていたらどうなっていたことやら。安心しろ、ヒルチャールなんかにこいつは負けやしないから。よかった。この運搬用の熱気球の護衛はお前たちに任せた。はいはいはい。ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。何かあったら俺もお前も支払えるような額じゃないからな。それじゃあ頼んだ。俺はこの先で待ってる。なるほど、これあれか、運搬を護衛していくやつか。これなあ、めんどくさいな地味な。オッケー。ありがとう。もう半ば諦めてたんだ。
お前がいてくれて助かったよ。ワイナリーの人たちにお前の評判を広めとくよ。じゃあな。オッケー、これでオッケーかな。で物足りか。陣団長どうなった。戻ってきたぞ。お帰りなさい。お疲れ様。陣団長の調子は。もう意識を取り戻したから安心して。まだ体調は万全じゃないけど。本当か、よかったな。陣に会っても大丈夫か。実は今大聖堂を出て行ったばかりなの。もう少し休んでって言ったのに、シンがもう大丈夫だって言って聞かなくて。多分またバネッサ様のところに行ったんだ。バネッサ、バネッサ様のところ。大英雄バネッサ様を象徴する風たちの地にあるあの木のことだよ。ああ、はい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 。何か迷いを感じた時いつもそこに行くから。そんなことまで知ってるなんて。バーバラはジンのことに詳しいんだな。それはジンがここを出るときにそう言ってただけだから。ジンの体調は。私も心配なんだけど、仕事がまだ終わってないから。わかった、ジンのことはオイラたちに任せろ。ありがとう、それなら安心できるよ。あなたたちに、そしてジンに、風神のご加護があらんことを。なこいつらさ、自由の国自由の国って言ってる割にはさ、めちゃくちゃ仕事に縛られてるよな。起きた。え？バネッサ様、モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私はあなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。もう平気だ。君たちがここに来るとは思わなかった。気遣いに感謝する。本当か、さっきジンの後ろ姿を見たとき疲れてるように見えたぞ。少し無理しすぎじゃないか。こっちをもっと頼ってくれよ。君たちのその気持ちだけで十分に元気が湧いてくるよ。そこの宝箱がめっちゃ気になる。あれ原石2個分か。今めっちゃ原石集めてね、フリーな あの当てるために。この程度のことを一人で片付けられないとは。私ではバネッサ様のようにモンドを守る。バネッサってさ、あれやったっけ、奴隷解放したやつやったっけ、モンドの。ジンはバネッサにすごく憧れてるんだな。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は強くてお優しい方だ。私はその歩みをずっと追いかけてきた。志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り毎回思うねんけど、ダンビなんちゃらにも読めへんし、セフィロスにも読めへんねん。ダンディライオン騎士ってジンのことじゃないのか。ダンディライオン騎士も志賀騎士も歴代の騎士団が継承してきた称号だ。うん、騎士団自体に言うってこと？じゃあ今のジンは優しいダンディライオン騎士であり強い志賀騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。うん、何せその名を名乗るには強さが必要だから。そう、ダンディライオンもジンらしい。そこにいるのは誰だ。え、もうえってお前もう。やはり気づかれたか。ずっといるやん。弱っている騎士団長を倒すチャンスだったというのに、まさか邪魔者が入るとは。ジンが不調だって話奴らに漏れてる。ガバガバじゃない情報。こんなタイミングを狙ってくるなんて。クレアの時もされたけどガバガバやん。ダンディライオン騎士の名にかけてこのような卑劣な奇襲に屈しはしない。気を逃したし、こちらは撤退させてもらおう。潔いしこいつらもな。すって追うぞ。ジン、やっぱり。おい、モンドで休め。ダメだ、私は行かなくては。また無理してるな。安心しろ、
オイラたちがとっちめてきてやる。いや、君たちを信頼していないわけではないんだ。ただ、目の前の敵を置いて逃げるのは職責を果たさぬことと同じだから。なら、オイラたちも一緒に行く。それでいいだろ。理解してくれてありがとう。あ、お願いしよう。行きますか。ちょっと待ってな。ちょっと待って。あっちの2個取ってくるな。原石2個だけ取ってくる。ジンダちょっと先行っといて。あ、いる。あそこ走ってる。めっちゃ頑張って走ってる。めっちゃ速いな、ジン団長。ちょっと待って、速い。めっちゃ速くないか、ジン団長。ちょっと待ってくれ。行く、俺も行くって。オッケー。速いな。もう行っちゃった。めっちゃ置いてかれちゃった。ちょっと待てや。早いって。オッケー。あ、あいつや。あれ？今回はジン団長が使えるわけじゃない？そう。この古典的なトラップに引っかかったんだけど、クソうざ。怪我はないか。私のせいで仲間が傷つくなど、やはり見たくない。大丈夫です。この先は俺じゃないんで。一人で行こう。勝利先生が受けたんで。これくらいへっちゃらだ。それに今のジンの体じゃ旅人も安心できない。そうか、すまない。しかしまずはこのタンポポの風で傷を癒すのが先だ。神団長ってヒーラーやねんな、確か。だからフリーナとめっちゃ相性がいいっていう。あれ？宝箱あったよな。あれ？あーちゃ。あの宝箱。さよなら。落ちろお前ら。あ、宝箱だけ取って逃げよう。さよなら。じゃあちょっと試してみるか。フリーナで、こうして、神団長、間違えた。神団長でこうして、で、この状態で火力がバカほど上がってるという、そういうこと？わかんねえや。なんかわかんないや。難しい、わかんないね。わかんない。だいぶ本調子に戻ってきたな。バーバラのおかげだ。ああ、無事ならよかった。そろそろモンドに戻って休もうぜ。な、代理団長様。バーバラに謝らないといけない。怒ってなければいいが。早いな。ちょっと代理団長、早いな。お前ノータイムで帰るやん。お、帰ってきた。団長、やっと帰ってきてくれました。風神のご加護があらんこと。スワン、待っていてくれたのか。まさか何かトラブルでも。ああ、いえ、酒場のエンジェルズシアの方で大したことではないんですが。なんや、酔っ払いの喧嘩。ああ、いや、大したことではないんです。じゃあ話せや。と言ったら含むなや。とにかく行けば分かる。なんやねん。スワンがそう言うなら今の。あ、分かった。これ分かった。これ以上確かに騎士団の仲間たちを心配さ。これ多分言えへんわ。分かった。そういうことか。お前問題ない。少し体を動かしたらだいぶ良くなった。よかった。うん、よかった。ありがとうございます。なんか団長おめでとうみたいな。今までいつもありがとうみたいな感じやろ。終わった、世も末だ。スワンみたいな真面目なやつまでジンに仕事を投げするなんて。まあまあ、スワンも焦っているようだし、とにかく行ってみよう。まあまあまあ、わかりましたわ。まあでもこれはジン団長には内緒にしとこうか。うん、どういう感じかわかったわ。まあジン団長がね、いつも頑張ってくれてるから、まあそれのね、なんか、パーッと楽しもうかいみたいな。ジン団長？どっか消えた？もう入るか。まあこういう、なんかパーティー的なやつでしょ、多分どうせ。わかりますわかります。絶対そうや。ほら、うまそう。ハニーソーってやっぱうまそうやな。ジンさんのために用意した慰労パーティーですよ。慰労パーティー。ジンが倒れたって聞いてみんな心配したんだよ。ジンさん、いつも一人でたくさん仕事を抱えて大変だから。
せっかくつかの間の休息を得られたんだ。ガイアの言ってたのこれか。パーティーでもして思い切り羽を伸ばしてもらった方がいいと思ってな。いっつも仕事に没頭している代理団長はこんな機会でもないと参加してもらえないだろうし。俺毎回思うんだけどさ、こういうさ、なんかパーティーするときってさ、アニメとかでよくあるんだけどさ、ここにもちょっとちらって見えてないけどさ、果物まんま置くやんか。こんだけさ、いろんな料理やってさ、果物まんまで食うやつおる。しかも皮も剥いてないし、リンゴとかブドウはまあまだ食えるけど。みんな、え、ジンさん、もしかして照れてるんですか。え、こんなジンさん初めて見ました。トムとジェリーでしか見たことないチーズもある。ジンだって仕事の時以外は普通の女の子だから。女の子だからね。少し感極まっただけだ。おい、なやこれ、ガチャ引かせることなんか、工場ガチャを。ありがとう。ジンさんが普段みんなにしてくれていることに比べたら大したことありませんよ。しかしまだ仕事が。心配するな。安心して楽しめるよう。あ、そういうことか。だからみんなで手分けしないがいないうちに依頼。なるほどね。残さず片付けておいた。本当か？食材の輸送の件もか？普段の見回りとそう変わりません。なるほど。だからみんな頑張ってたんや。酒税の件も。毎日図書館にいる私にとって書類の処理なんて朝飯前。分担してよかったんな、いつもね。じゃあマーガレットさんの猫の件は。猫探しまで覚えてるのか。リトルプリンスは旅人が捕まえてくれたよ。ついでに僕の星鉄の弦も返してもらった。だから今日は仕事のことを忘れなさい。せっかくのお休みを満喫しましょう。ああ、みんなと共に仕事ができて私は幸せだ。風神の導きに感謝する。そういえばパーティーの用意も大変だっただろう。みんな時間は大丈夫だったのか。実はな、主催者は旅人だ。え、どういうこと。ディルク、俺、ちょっと待って、ディルク俺、いや今気づいた、ディルクおるやん。こいつは何気に参加してるやん、ちゃんと。こいつおるやん。何ちょこんといんねん、お前。ちょくちょ、お前も照れ屋やな、ほんま。俺もなんか、ちゃんと弔いたかったんでしょ、団長。お前照れ屋やんけ、お前。ツンデレが。酒も食材も旅人が用意してくれてな。料理もこの少年が作ってくれたんだ。さっきの団体のやつってそういうことか。だからその怪訝な顔も謙虚な振りもしなくていいぜ。なるほど。もちろんディルクのおかげでもある。こいつ見ろよ、見ろよこのドヤ顔。ディルック好きやわこいつ。君たち騎士団のイベントに気はなかったんだ。うぃー、ディルックの旦那、うぃー、そんなこと言って、うぃー。でもまあモンドの一般市民としてジンの努力。いやマジでディルックにだるがらみしたすぎる。ディルック先輩。はいはい、もうジン団長を囲むのはやめて。休ませてあげるんでしょ。そうだね。じゃあパーティースタート。ちゃんと握手しとるしこいつ。みんな楽しそうだな。すげえ。ちょっとディルックに話聞こうぜ。パーティーを楽しもうぜ。みんなとおしゃべりだ。一人。そういえばさっきガイア一人で2階に上がっていったの。しかも隅っこで。今日の主役のことも忘れるなよ。はいよ。じゃあディルックに話しかけよう。え、ディルックの旦那何してるんだ。あの銀融詩人が飲んだ数を数えて37杯。今夜酒が無料な。やば。騎士団だけだと彼はまだ知らないようだ。彼の酔いが覚めたら伝票を彼に渡す。ディルックの旦那、あいつ騎士団じゃないもんな。あいつ騎士団じゃねえもん。冗談だ、彼の懐じゃあの量の支払いはできないだろう。うわ、今回は目をつむることにする。太っ腹。しかし主語やね、あいつ。尋常じゃないな。あいつ風の神役で酒の神やね。主語やね、マジで。この見た目してウェンティ。バー、暁ワイナリーのお酒はやっぱり噂通り美味しいね。
こういうお酒は普段の僕じゃ一杯も買えないからね。せっかくのチャンスだし、もう一杯。うん、もう一杯。こいつ酔わへんの。友野郎のお酒への執念、恐ろしいな。あ、君たちいたんだね。全然気づかなかったよ。もう酔っ払ってるやん。きっとこのお酒が美味しすぎるせいだね。僕の歌のように千年は愛されるべきだ。なんかもう目もおかしくなってる。このふわふわした感覚、まさかこれが風元素の真理なのかも。酔っ払ってるぞ。うんうん、風の民たちにこのお酒を飲ませたいよ。美味しいお酒のために乾杯。これなんか合法的になんかこういう正規の人いそう。初対に酒を飲ませるって、なんかよくアニメとかであるのはなんかチョコレートにお酒入ったやつを食って合法的に酔わせるみたいなのあるけど、楽しんでるか？ウイスキーボンボンや。ああ、それか。俺たちとジンは付き合いが長いだろ。聞く気なし。お互いのことをよく知っているほど、陰でパーティーの準備をしてたなんてバレると恥ずかしいもんだからな。だからお前なるほどな。ってことにさせてもらった。ガイアが恥ずかしがってるだけじゃないのこれ。大変だったろうしな。そうだ、それにこのパーティーが誰の案かなんてすぐバレるぞ。パイも高いな。位置がお前が一人で恥ずかしがってるだけだろう。そう思われてたか、まあ、なんなんこいつら、なんなんこれ、ツンデレしかおらんのここ。ディルクといいガイアといい、ここの男人ツンデレしかおらんやん。素直になれよ。旅人、あんた泣きそうな顔してどうしたんだ。これこの鶏肉のスイートフラワーつけ焼き、それからこの人参とお肉のハニーソテー、全部あんたが作ったの。まあ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 、アンバーも可愛いよな。みんなこんなに騒いじゃって、ジンを休ませるって目的忘れてないよね。なんでこいつバーバラの時でこんなちゃんと目と目合わせんの主人公。どうした、疲れたのか、なんか飲むか。え、だってここお酒ばかりでしょ、まだお酒は。じゃあバーバラって普段何を飲んでるんだ。自分で作るようにしてるの。え、赤くて赤い。自分でスイカでジュースでも作ってるのか。唐辛子だよ。すごい辛いやつ。マジ唐辛子すごリサネは。賑やかな宴を抜け、二人だけの静かな時間を楽しむ。世界はまるで二人だけかのよう。はあ、本でよく見るロマンティックな展開でしょ。二人っきりでお話をしようって誘ってるわけじゃないわよ。ほう、さっきジンが一人で2階に行ったみたいなの。あなたならこんなチャンス逃さないわよね。なるほどね、行ってきます。では男になってきます。リサ姉さん、え、は、え、どういうこと。2階のバルコニー、バルコニーどこ、ここか。あ、バルコニーとかあったんや、ここ。初めて知った、びっくりした。2階にいるって言って嘘つかれたかと思った。ああ、君たちか。楽しめてますか。ああ、ちょっと外の空気を吸いに来ただけだ。ジン、なんか思い詰めてるみたいだな。旅人、もう一度礼を言う。ん、実は俺もずっと騙されていた。たとえそうだとしても、ああ、今の一連の流れね。みんなと一緒にいると不思議と元気になれる。それに気づいたことが一つあるんだ。なんだ？志賀騎士よりもやはりああダンディライオン騎士の方が
優しい方ね。私に会っている。志賀騎士はバネッサ様がモンドのために戦った過去の栄誉を意味するが、うん、セピロス騎士団を作った後のダンディライオン騎士は彼女が望んだ騎士団の未来を意味したものだ。なるほど、バネッサもジンも応援しますよ。天の上から、そしてすぐ隣を吹く優しき風からも、きっとバネッサ様は私たちを見守ってくださってるはずだ。風の導くままに、風の導くままに、自由の風が進むべき道を導いてくれる。今後も我々と共にあってくれ、旅人。いい話や。この原神っていうゲームはね、メインストーリーもおもろいんですけども、こうやってキャラを深掘りされるからガチャを引きたくなるのよね。それが一番恐ろしい。あ、ウェンティモナ、うん、しかもなんか勝利だけでなんか2個あんねんな。あ、フータオでライデンショック、この辺は多分ね、まだそもそもがあれだよね、多分ストーリーでいかなあかんから、俺多分この辺までしかストーリークリアしてないってことやろ。だから、うん、え、待って、これ鍵使わいたよな、もったいないよな。ウェンティ行こうかな。待って、ウェンティも行きたいけど、普通の、まあまあ、ウェンティ行くか。ウェンティ行こう。ウェンティ行きます。ほ、なあのガキ、おい、あれ見てみろよ。あ、あの子一人だよな。あ、なんか喋りかけ、あ、ほんま、でも誰かと話してる。 ほら笑ってるぞ。小さい頃よく空想の友達と遊んだ。確かに、まあ子供にはそういう時期もあります。まさか幻覚でも見てたんじゃないのか、それとも本当に見えない友達が。幻想の産物こそが空想の友達。空想の友達、それってつまり想像上の友達ってことだよね。まあそうですね。お前の空想の友達ってどんな感じなんだ、オイラにも紹介してくれ。いつからだろうか、空想の友達が見えなくなってしまっていたのは。え、まさか空想の友達って大きくなると消えちゃうのか。残念だけど、うん、見てみたかったな。あ、そうだ、お前の妹にも空想の友達っているのか。いるんじゃない、まあ、アビスの友達もおったけど。何それ。普通は4人でやるんだけど、そういうことか。あ、まあ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 、でもあの俺の空想の友達は妹には見えへんのよな。妹の空想の友達も俺には見えへんのよな。そこ難しい。ちょっと旅人、奇遇だね、こんなところで会うなんて。幻遊野郎、どうしてお前が。実は最近リサが面白いものを作ってくれてね。リサさんの面白いはなんだか嫌な予感がするぞ。まあまあ、レディーをそんな風に言わない。この面白いものを作るためにわざわざスメールから危険な材料を取り寄せてくれたんだからさ。今危険って言ったよな。モノクルに見えるけど。そうだろう。僕もそう思ったよ。これモノクルが何か分からん。でも残念ながらリサには使えない代物でね。だから代わりに僕が借りたんだ。ついでに実験の手伝いも兼ねてね。ほう。なんでリサさんには使えないんだ。それは自由を愛する子供心が足りないというか、はたまた別の原因があるというか。今度彼女に聞いてみるといいよ。じゃあさ、銀遊野郎には見えるんだよな、こいつの空想の友達ってどんな感じ。あんま広めないで、パイも、パイも、パイもあんま言わないで、そういうこと。秘密かな。とにかくこれを君に貸してあげよう。これでノーラの空想の。え、どういうこと。待って、ほんまに、なんどういうこと。ほんまにいるやん、意味がわからん。なにこれ、ほんまにいいねんけど意味がわからん。やっぱり君がつけると見えるんだね。どういうことどういうこと。あの人たちの空想の友達がどんな感じか。なんやそれ。え、どういうことや。空想の友達ほんまにいんのか。え、意味がわからん。花屋のフローラはふわふわしたイメージがあるよ。
フローラね。彼女にも空想の友達。多分あれやろ、空想の友達がいるのは多分全員子供かな。あ、ここや、ほらやっぱり。ほら、あれ彼女の空想の友達だよ。ふわふわした植物、ポンポンの実だね。なんなん空想の友達って意味がわからんだけど。空想の友達って植物もありなのか。なんなんこいつ、何の話してんのこいつら。旅人さん、詩人さん、こんにちは。少し話を聞いてもいいですかね。フローラに何かご用？君の隣いるのは？あれ、ポンポンちゃんが見えるの？他の人には見えないのに。ポンポンちゃんはフローラの大親友なの。大親友、彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前。なんだこのオイラだけ仲間外れみたいな感じは。パイモンも見えそうな雰囲気あるけどな。フローラ、どうして君の友達はポンポンの実なのかな？ダメ？空を飛ぶ植物と友達になりたかったんだもん。めっちゃ早口やお前。空を飛ぶ植物と友達に？なんでだ？風が吹いたら友達と空の上を飛んで遠くまで行けるからだよ。すごいでしょ。それって吹き飛ばされてるってことだろ？そういう言い方もできるね。ある人から冒険の話を聞いて、その時にこういった植物があるって知ったの。ほう。その人は確か、そう、スタンレーさん。知らない誰？スタンレーさんは冒険者さんでね。ほう。話を聞けばすぐにベテラン冒険者だってわかる、すごい人だよ。スタンレーの奇妙な冒険はモンドではすごく。え、そう、ジョジョの奇妙な冒険やん。スタンレーさんは今城内にいるはずだから、聞きたいことがあるなら言ってみるといいよ。ほう。いいね。機会があったら行ってみるよ。でも今は別の用事があるからまた今度。ジョジョの奇妙な冒険や。フローラってやっぱ不思議な子だな。まあ、ティミーや。聞いてみようか。いや、ティミーあんま会いたくないね。そうだな。あいつめっちゃ重いね。こいつ確かお父さんが、お父さんがどっか行った子やねんこの子。え？嘘やろ。なんで？こいつお父さんどっか行ってずっと探してる子やねん。重いねんこいつの話。おや、意外だね。あの子の空想の友達、まさかの遺跡守衛。信じられない。怖い、攻撃してこないよな。ティミーとの交流を諦めるかい？パイモン、いつものセリフよ。何のことだ？また後で来よう、今は他の探索をしよう。はあ、ティミーは一旦起きね。子供の心って自由だな。だからいろんな空想の友達がいるのか。きざけ、そう。自由の都に生まれたからには無限の想像力を持っていて当然だよ。なるほど。じゃあ大人はどうだ？酒場の大人たちに聞いてみよう。多分見えへんし、見えたところでろくなことを考えてないんじゃないかな。どこや？奥か。ん？あれ待って、いるやん。こいつやん、スタンレー冒険者。スタンレーだ。俺の名前よく覚えとけ。俺の冒険談でも聞きたい、聞きに来たのか。こいつなんや。お邪魔しました。いや、もういいです。ありがとうございました。お前のことか。スタンレー。真っ昼間から酒ね。わかった。どういうやつか。あ、酒というのは、仲いいや。で飲んだ方が楽しめるな。仲いいや、お前ら。ガイアとディルック。めっちゃ仲いいや。一人でも楽しく飲んでるじゃないか。そう、冷たいこと言うなよ。ここで酔いつぶれない方がいいぞ。何気にちょこんってウェンティがいる。まさか酔いつぶれたら人身売買にでも売られるのか？売られる？お前はよく物を売るじゃないか。父さんの旧宅だってお前が売ったんだろ。使えないものを手元に置いていても仕方ないだろう。なあ、あの花瓶も売ったのか？記憶にない。でもディルック様のご自宅には確か華やかな花瓶が置いてあった。何の集会だこれ。何の集まり。いや見えないっしょ。いや見えない見えない。大人には見えないよ。前の言った通り、大人には空想の友達がいないんだな。やっぱり子供心が足りないからかな。まあそうでしょうね。大人になると夢のないやつになるのか。
イラは大人になりたくないな。でもお前見えてへんけどな。そういえば少年少女の空想の友達は何歳までいるのかな。検証してみようか。あのなんか普通に空想の友達が見えてること自体にびっくりしてんだけどな。エリンはどうかな。あの年なら想像力が完全に消えるってことはないと思う。誰やエリンって、うん、もし見えてなかったら嫌だな。大人になってしまったってことやろうな。俺もいつからだろうか空想の友達が見えなくなっていたのは。あーこの子か。いや見えなさそうやな。もう見えてたけどジン団長やんけ見えてるというかこれだからずっとジン団長ジン団長つってたんや。こいつデイリークエストでよう言うとんのよ。ジン団長とぐらい強くならないとみたいな。努力家やな。騎士になるための努力か。でもその方向性は少し変。まあまあ変やな。こんにちは。私に何か。ずっとここで剣の練習をしてるのか。ええ、今日スタンレーさんの。もうえってお前もそれ。とてもすごくて。スタンレーって。あいつ酒場で酒飲んでるだけやって昼から。私もいつかスタンレーさんみたいなすごい人。なんであいつあんな憧れの的になってんの。ジンと肩を並べて戦いたいからかい。もちろん騎士にだってなりたいわ。ジン様と一緒に冒険に行けたらもっと素晴らしいもの。エリンは本当にジン団長に憧れてるんだな。お前毎日練習してるしな。これありがとう。そうだ栄誉騎士、せっかくだから剣術の練習に付き合ってほしい。まあいつも通りっすわ。いつも通りっすよ。もうやんねやこれはい、これいつもこれやってるいつもこう、いつも勝利でこう。ありがとう。やっぱり私まだまだみたい。そうやな、お前は岩元素の力で神と同等の力を得なな。まずはな。どういたしまして。でもエリンはもう十分すごいよ。ううん、練習で疲れを感じるのは半人前の証拠。でもいつかモンド全ての国に勝ってみせるんだ。頑張れ、きっとできると思うぞ。ありがとう。まずい、練習に夢中になりすぎて約束を忘れてた。でももう疲れて動けない。栄誉騎士、ジャックに伝言頼めないかな。ジャック誰。ジャックは私の友達で新米冒険者なの。今夜一緒に冒険の計画について話し合う約束をしてたんだけど、別の日にしてほしいって伝えてくれないかな。多分彼は今日ダンディライオンの神殿で冒険してると思う。スタンレーさん、またいや酒飲んでたって。スタンレー酒飲んでたって。スタンレーさんはモンドの有名人で、神社会に行ったことがある伝説の大冒険者よ。神社会ってどこだっけ。うわ本当にありがとう。うん、まあ伝えとくけど、あのスタンレー酒飲んでるけど酒場でずっと先から。よし行こうか。あこれね、スタンレー。あいつはここの冒険してんのかよ。大丈夫か。やっぱ原神はね、キャラがいいかいそうじゃないかでしかガチャを回さない。基本的にほんまに勝利に関してはチンリさんに関してはガチャを回したかったから、ガチャというもの自体を回したかったから回しただけで。だから俺マジでね、ピックアップガチャで回したのってマジこの勝利ピックアップと今やってるフリーなピックアップ以外回したことないねんか、ガチャ自体が。まあ、それ以外は工場かな。工場でたまに無料でもらえる工場石あるやん。あれで回したぐらい。だからほんまにね、星5の数とか少ないし、そもそもね、キャラクターの数めっちゃ少ないんだ俺。まあでもその分なんか、強化自体が絞れるから、全員強化するつもりないからさ。大体まあ、このキャラとこのキャラ強くしたらいいかなみたいな絞れるから、育成はまあまあ楽っちゃ楽やけど。まあでも全ピックアップとか追ってたらもう無理やもん。だからもう原神を遊ぶときは、原神をガチャ回すときはちょっと可愛いキャラじゃなくて、ちょっと可愛いプラス性癖に刺さるかどうか、もうこれだけで。どっちを満たすものって結構なかなかないのよね。でもフリーナがそれに刺さったんやけど、フリーナ以外は結構可愛いキャラはいるなと思うね。ジン団長とか結構好きやね。ジン団長とか結構好きやし、アンバーとかもそうやねんけど、壁には刺さらんなっていう。そこに一個でかい壁があって、
壁と可愛いと壁の間、聖域の間にちょっと大きなちょっとね壁がね1個あるんですよね。それを越えれるかどうかっていうのが原始のガチャを引くときに大事な要素になってくる、うん、はい、オッケー、助けだったわ、ほんま。何してんねんお前ら。死ぬかと思った。確かに。なんでネギ持ってんねんこいつ。何持ってんねん、ネギと何これ、ニンニク。そうだ、君が冒険者のジャックだね。そうだけど君は。お前を探してたんだ。エリンから伝言を預かっててね。今日は冒険の計画について話し合いそうにないから、また別の日にしようって。ああ、そうなんだ。申し訳ない。ここまで来てもらった上に助けてもらうなんて。おせっかいなやつめ。助けてもらわなくともこのスタンレーならたやすく切り抜けられたんだがな。はい。神社会に行ったことがある伝説の大冒険者なのか。そうだ、俺こそがスタンレーだ。こんな伝説級の人に会えるなんて嬉しいね。うまいなお前ら。みんなこれからどうする？先に進む？それとも戻る？スタンレーさんどう思います？少年よ、お前たちと一緒にいるのはモンドの大冒険者スタンレーだぞ。お戻る必要がどこ。じゃあ全員一致ということで先に進もう。別にこう一回攻略したからな。お前たちも俺の冒険の話を聞きたいのだな。いやいいから早く来い。いや、ジャックを探しに来ただけだよ。探しに来ただけや。何？若者よ。こうかな。俺はこの門で最も有名な。スタンレーだぞ。うっせえなこいつ。おい黙らせろ。知ってるよ。誰か縛って黙らせろ。いや、もう少し何かあるだろう。俺は生きた伝説、神社会に。神社会ってどこやったっけ。スタンレーだぞ。覚えてない。多分俺も行ったことあるのかね、神社会に。すまんスタンレー、もしかしたら俺も行ったことあるかもしれんけど、そんなとこ覚えてないわ。めちゃくちゃすごい人なんだから。すまん、覚えてない。お前渦の魔人と戦ったことある？続き、俺と俺の仲間の話をすると。お前渦の魔人と戦ったことあるか？さっきはどこまで話したんだったか。伝説の神社会には風が少しも吹いてなくて。ほう、恐ろしかったってところまでです。いた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 、やばいやばい。あそこは耳鳴りがするほど静寂に満ちてるでな。ほう、目に見える海は全て怪人でできているんだ。ほう、そこで俺の仲間が魔獣の起こした渦に巻き込まれてしまってな。すぐさま俺はそいつの腕を引っ張った。うわ、大丈夫だったんだ。やらかし。残念だが再び故郷の土を踏めた。最悪、やらかした。くそ、こいつの話ちょっと真剣に聞いてたから、そのせいや。おウェンティーおらんかったらどうするこれ。そんな、ジャック、お前は大冒険者になるやつなんだ。そう、やすやすと涙を流すな。長えなこいつの話が。はい、僕たち冒険者にとって最大の目標は冒険の道中で死ぬこと。何それ。そして死ぬな。絶対に風のない場所で死んではいけない。風に乗って魂をモンドへと連れ帰ってもらうためにも。何それ。その通り、俺たちの目標は風のある場所で死に、風に乗ってモンドへ。死ぬ前提で冒険をするな。水道に隠れるスライムを片付けるレベルの依頼しか受けられないけど。あ、でも一応そういう依頼はあんにゃ。なんで風のない場所で死んじゃダメってことを強調してるんだろうな。まさか風のない神社界が最も恐ろしい場所だってことをスタンレーは言いたいのか。あ、なるほど、そういうこと。旅人、小さな発見があったんだけど。騒がしいな後ろが。探測機をつけてみてくれるかい。お、え、なにこれ、どういうこと。あ、え、だ、え、で、で、昔のってこと。え、スタンレーにも空想の友達。スタンレーに。彼の友達はベテランの戦士みたいだ。体中傷だって表情も毅然としてるね。まるで彼の話に出てくる彼自身みたいな。彼の空想の友達はすっごい、ま、こいつやるやん。
面白いけど、真相は本当にそうなのかな。じゃあ俺は先に行くぞ。こいつも子供心忘れてないんや。はい、スタンレーさん。なんや、あの君たちちょっと時間あるかな。はい。ん、実は数日前スタンレーさんが酔っ払って秘密を教えてくれたんだけど。ほう。スタンレーさんが当時冒険で使っていた武具はなんと大英雄バネッサ様の遺物、きらめく勇気の剣と輝く意志の盾だったらしい。知らんわ、どうでもよ。しかもこの二つの武具は今もモンドにあって、どうやらダダウパの谷にあるみたいなんだ。君たち強いし、一緒にこの二つの武具を探しに行ってくれないかな。なんでそんな武器が外に。すごい人は多少変わった癖があるからね。もしそんなすごいものを見つけたら、きっと両親も僕の冒険者になりたいっていう夢を応援してくれる。じゃあお前実力で見つけない意味ないっしょ、そんな。今の僕じゃ実力はまだ。じゃあ無理やって。両親にも反対。じゃあ実力つけてから自分で見つけな。お願いだ、どうか助けてほしい。そう、俺らが強いだけやん。そんな身勝手な考え、スタンレーさんには言えないから。でも使い終わったらすぐ彼に返却するって約束するよ。かわいそうだな。いや別に全然かわいそう。全然かわいそうでもないけど。一昨年一つ手に貴重な名刺を手に入れたんだ。探しを手伝ってくれたらその先を酒で釣り寄る。ダダウパの谷だね。善は急げだ、すぐに出発しよう。着々とすぐ行きよりやんこいつ。酒でん、なんや、どうした。あれ、これじゃね。あそこにいるヒルチャール。これや。何か儀式をしてるな。こいつらぶっ飛ばすか全員じゃ。このガラクタの中にあいつらが礼拝するものでもあるのか。これじゃない、なんか刺さってるけど。きっときらめく勇気の剣だよ。何こんな感じで雑に刺さってんの。バネッサの最強の最強の戦士の剣が引き抜くか。きらめく勇者の剣。おい、じゃあ探しな。これがきらめく勇気の剣だよ。本気か。ただの古い剣だぞ。ヒルチャールのやつら、なんでこんなものに祈りを捧げてたんだ。おそらくどっかの誰かがヒルチャールの戦利品の中にこの剣を入れただけだろうね。ボロすぎる。それに何と言えばいいか言葉が見つからないくらい普通だ。いや、ジャック、君はモンド城外にいる風象鳥を見たことないかい。ああいう蝶も昼間は目立たないけど、夜になると目がくらむほど眩しくなる。まるで空を飛ぶ宝石のようにね。勇気だってそういうものだろ。平穏な人からしたらその価値は理解できない。けどいざ苦境に立たされた時、勇気だけが君を震い上がらせ窮地を脱する唯一の光となる。すげえなお前、口がうまいわ。その通りだ、間違いない。これがきらめく勇気の剣だよ。そんなペラペラとよ出てくんな。うん、じゃあこれで剣は見つけたし、いる。あとは盾だね。この辺りを探してみよう。きっとダダウパの谷のどこかにあるはず。おや、あれ、あそこに誰かいるぞ。スタンレー、どうして彼がここに。様子が少し変だな。ほう、どうしたんだ急に止まって。なんでもないよ。コインをばらまく宝刀いたちが通っただけさ。何、どこにいるんだ、僕も見たい。俺それ見たことあるわ。全然コインばらまかへんで言うてても。君は武具を探しに来たんだろ。そんなもの見る必要はないよ。ちゃくちゃ圧かかってんな今の言い方が。ん、これほら、あれが輝く意志の盾だよ。嘘つけ、どう見てもただの木の板だろう。ボロボロだしタグで補強されてるぞ。誰があんなのを盾に使うんだよ。しかも酒のシミまである。まるで酒樽から適当に取り外してきたような。でも僕の吟遊詩人としての勘が、あれこそ輝く意志の盾だと言ってるよ。ほう、戦士は体にある傷を誇りに思うように、盾も同じさ。盾が綺麗だとそれは戦場で使われてないってことだ。うまいな。ボロボロな盾こそ、うまいな。ウェンティはなんでこんなかばってんやろ。戦場で最後の一瞬、血がなくなるまで戦い抜く。
そんな石こそが貴重だ。ウェッジの言う通り。そうだな。綺麗な盾なんてないもんな。じゃあヒルチャールに輝く石の盾を譲ってもらう方法を考えないとな。ボコボコしたんや。ボコボコしたんや。こんにちは、ヒルチャールさん。喋れんの？だら。うわ、やっぱお前に任せる。聞いたことあるヒルチャールを試してみようかな。こいつなんかヒルチャール語があんねんな。それとボディランゲージで交渉してみよう。オッケー、じゃあこれ行こう。マスミだ。落ち着いてる。じゃあ僕はこれ行こう。は？じゃあこっち。分かった。歌う。ちょっとだけ歌うね。歌。お前の得意な歌いけ。マスミだ。おしよ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 し。落ち。マイベンブラッダー。マニー。マニーだだ。やったー。輝く石の盾。どうね今日マジに超フォルティーなの。面白いことが。ありがとうって言っといた。ありがとう。本当にありがとう。やっと惜しかったものが揃った。父さん。母さん、神器を見つけたよ。よかったな。それが神器とお前る、お前の脳みそがよかったな、ほんまに。待ってよ、約束のお酒は？そっか、あ、こんだけペラペラよ、なんでこいつこんなうまいこと喋ってたのと思った。喋る人はないのにさ、あれをちゃんと神器と言って酒もらうとこまでがあれか。スタンレーじゃないか。こんなところで散歩かい？金融詩人か。奇遇だな。お前らも散歩か。まあな。そうだよ。食後の散歩ついでに友達の探し物に付き合ってたんだ。スタンレーは嘘つきかも。ますます怪しく思えてきたぞ。かもじゃなくてそうや。ジャックを傷つけないためにあらかじめ剣と盾を置きに来たのかもな。大冒険者はダダウパの谷に詳しいよね。何せここは君がかつて戦った場所だ。と、当然だ。目を閉じても迷子にならない自信があるぞ。なるほど。君の記憶力と根性には感服するよ。大冒険者だからな。それくらい当然だ。ここにはヒルチャールがたくさんいるから、お前たちこそ気をつけるんだぞ。で、ではまたな、若者たちよ。やっぱ怪しいよな。仕方ないよ。ジャックにあんなことを言ってしまったんだから。でも改めて見ると実に面白い。過去を忘れたくないから今を捨てた人、もし彼が未来への一歩を踏み出さなければならなくなった時、その一歩はどこへ向かうのだろう。え、何言ってんの？どういう意味だ？ただの独り言さ。そうだ、今夜はエンジェルズシェアに行ってみよう。どういうことお前？なんや、ほんまに過去の栄光やっていうか、あいつは過去ほんまに冒険者として活躍してたのかな。なんかそんな感じするよな。え、ちょっと待って。え、風うなりの丘 100% なった。マジ？え、これ結構嬉しいねんけど。探索度 100% やん。結構いろいろ適当に探索してないけどな。え、探索度 100% は結構嬉しい。マジか、来た。めちゃくちゃ気になってるやん。スタンレー、どうすればいいか教えてくれ。ほう、スタンレー、どうすればいいか教えてくれ。ん？なんで自分の名前を呼んでるんだ？何か秘密があるのかもしれない。まさか他にもスタンレーっていう名前の人がいるとか。スタンレー、あの時神社区会で死ぬべきだったのは俺だった。なぜお前の名前を語ってるのに俺はお前の魂をつなぎ取れないんだ。スタンレー、新米の俺をかばわなければ、あの場所でお前が死ぬことはなかったのに。一緒に出かけたんや。で、その神社会にで、カバって本物のスタンレーは死んだんや。お前には偉大な大冒険者の肩書きがある。でもクズの俺なんかのためにもう伝説になれないなんて。
体どういうことだ？多分彼は本当に神弱界にたどり着いたんだろう。そこであった危機も本当のことなんだ。うん。ただ彼と共に冒険をした仲間こそが本物の大冒険者スタンレーだったんだよ。本物のスタンレーは僕たちの知るスタンレーを助けるために死んだんだろうね。あ、じゃあこのスタンレーがスタンレーと名乗ってるのは彼がそいつの名前を盗んだから？そういうことだと思うよ。スタンレー、もう何年経った？モンドの人々がお前のことを忘れていくのが怖くて、俺はあちこちでお前の話をした。俺はモンドの人々にお前を覚えていてほしい。スタンレーが神弱界にたどり着いたこと、まあええやつやなこいつも。偉大な冒険者であり、彼が生きていると。スタンレーは死なない。なぜなら俺がスタンレーだからだ。俺がスタンレーだから。すまないスタンレー、俺も年を取った、年を取ったんだ。でもお前が広めたおかげでスタンレーという名はいろんなところでモンド中に広まってるよ。お前たちいつまで盗み聞き。おいおい聞こえてんのかよ。まずい、気づかれた。ディルックもいるやん、ちゃんと。こいつ何気にちゃんと酒場してんねんな、これ。なんでいいのあいつ。なんであいついんの。行け、何も聞かないでくれ、一人にしてくれ。でも行け、二度は言わんぞ。よくし、ウェンディ、それとパイも。よかった、みんなここにいたのか。あちこち探したよ。お礼を言いに来たんだ。君たちが剣と盾を探してくれたおかげで両親がやっと認めてくれた。あれあれで認めてくれたよ。おや、それは本当かい？本当さ。金を出してきらめく勇気の剣と輝く意志の盾を直すと言ってた。それはよかったね。それでジャック、君はモンドを離れてテイワット大陸を旅するのかい？いや、しばらくはモンドにいるよ。今の僕の実力じゃ遠くへ行けそうもないから。さやな、お前リーウェイも超えれなさそうやな。それにスタンレーさんの話をもっと聞きたいからさ。なんたって彼が僕の夢のきっかけだから。スタンレーさん、ああまた酔っ払ってる。また明日スタンレーさん、酔いが覚めたらまたお話を聞かせてくださいね。なんでスタンレー寝たふりしてんや。さっきまであんな喋ってたんけ。お前スタンレーはジャックのことが気に入ってるんだろうね。君はどう思う？ジャック、ジャック、ジャックならもう帰ったよ。そうか、俺の秘密。ほんまに寝てたんかよ。ありがとうな。あ、急に現実を見るようになったのかい？今までの君らしくないね。俺はさっき彼を見る勇気がなかった。うん、彼の冒険に対する情熱は何の雑念も含まれてないからな。俺は疲弊した嘘つきだが、あの子はまだキラキラと光を放つルーキーだ。だからこそその夢を壊しちゃいけない。嘘つきってこともないだろ。だってスタンレーの冒険や経歴は全て本物だから。冒険、経歴。おお、いいよ。実はな、今となっては冒険のこともスタンレーの記憶も、ああ、もうはっきりとは覚えてないんだ。忘れちゃったんや。これこそが俺の最大の秘密であり最大の恐れ。語れなくなっていくんか。ここ数年俺は彼の話を伝えるために生きてきた。しかし彼の性格、ああ、彼の人生、それらすべてをほとんど覚えてないんだよ。俺が唯一忘れられないのは彼が風のない神弱界で死んだこと。そして風が彼の魂を連れ戻せないことだ。なるほど、もう空想の友達しか残ってない、うん、そうだね。本当のスタンレーは彼の記憶の中にある生き生きとした友達とは違う。
傷だらけの戦士として彼の人生の全てを束縛してるんだ。俺は年を取ったんだ。いくら拒んでも手放してしまうことがある。俺は役立たずだ。ちゃ自暴自棄なってるやんこいつ。役立たずだが、冒険者はこんな形で死んではいけない。いけないんだ。ハンス・アチェボルド。え？なんで俺の名前を。ここでちょっと神の力見してくる。風、神社界で求めても得られない風の音だ。俺はずっとあなたの存在を信じていた。旧友の魂任せてくれないかい。うわ、神っぽいことしてるこいつ。めちゃくちゃ神っぽいことしたウェンティが。ありがとう。いや、バルバトスさん、バルバトスが。すまない。気持ちの整理に少し時間が必要そうだ。でもきっと俺は大丈夫だと思う。うん、めでたしめでたし。スタンレーは本当の自分を見つけて、ジャックも自立できた。おめでたいことがたくさんあったら祝杯をあげてお祝いしないとね。このままこの酒場で飲む気か。ここのお酒は高すぎるからね。それにジャックがくれるって言ったお酒がまだでしょ。報酬に貴重な名刺をくれるって言ったのを覚えてるかい。なんで世界の神はこんなに金を持ってないんや。僕は彼からお酒をもらってくるよ。後でいつもの場所で落ち合おう。あれかな、木の下かな。いつもの場所って。え、いつもの場所ってどこだよ。おい、待てってば。いや、いつもの場所じゃないか。おい、木の下っしょ。木の下じゃなかった。風の神と岩の神が交わる時。やっと来たね。分かりにくかったぞ。次はこういうのやめてくれよな。そうだ、吟遊やろう。酒は手に入ったか。手に入れたよ。ジャックのやつ貴重な名酒って言ってたけど、結局ただのアップルサイダーだったよ。懐かしいな。初めてここで景色を眺めた時、僕はこの姿じゃなかった。ほう、バルバトスの方。だいたい2600年くらい前かな。この世界がまだ七神の管理下に置かれていなかった時代。あの頃旧モンドは暴君が吹き起こした暴風に囲まれていて、鳥すらも行き来できなかったんだ。旧モンド。ああ、思い出したぞ。今の風流廃墟。その通り。かつてあの高い塔を統治した風の暴君は竜巻の魔人デカラビアンだ。あの時の僕は千の風の中の一つで、神でもなく何それ人の姿でもなかった。どういうこと。千の風に小さな天気と希望をもたらす風だったんだよ。え、精霊から神になるの。難しいな。あれ、原油野郎、昔はこんな感じじゃなかったのか。うん、今の僕の姿は実はあの偽物のスタンレーと同じ。友達のものを借りたいんだ。僕が話す物語は。お前急に入れてくるよな。それ、あの暴君が治めた国で僕はある少年と知り合った。少年はライアーをつまびき自分の歌を探していた。しかし彼は風の壁のうちに生まれ、青空を目にしたことがない。
あー、飛ぶ姿が見たい。冬生徒や少年の眼差しが強く、茶葉、何て言うの、瞳には光が宿っている。しかし風流のところや、その声は風の音にかき消された。なぜなら竜巻は酸化のみを受け取り、他の音を残さないから。本物の空、鳥かごの外にある詩と歌、それは戦うに値する願望ではないだろうか。だから少年は僕を誘ったんだ。僕と共に暴君を倒し、風の壁を壊そうと。少年は反抗の旗を掲げ、僕も自由を求める戦争に身を置いた。鳥かごを破る者たちは勝ち続け、真意は崩れ、旋風は乱れ、国々は震えた。荘園の中、僕たちは暴君の結末を見届け、怪人の中、僕たちは高い塔が落ちるのを見届けた。え、ちょっと待って、こいつ誰、こいつ誰、こいつ誰。そして新しいモンドが始まって、それから誰も王座に登ることはなかった。え、この右の赤髪誰、めっちゃ気になるんだけど。意味深に出てきたよ。その後はお前の友達、その後どうなったんだ。メイジの友達はスターレのように。パイモン、その後の話が知りたいかい。当たり前だろお前空気読めや。パイモン、リンゴ2つ取ってきてほしいな。なんで急にリンゴなんか食べたくなるんだよ。お前空気読めやお腹が空いたんだね。仕方ないやつだな。これ取りに行ってくれんにゃああ、君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。ビッシュ、そよ風、こういう彼から教えてもらった歌をね。ちゃんと聞きますよ。飛べ飛べ飛ぶ鳥のように、僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。めっちゃええ話やん。もうしかもお前残ってんねん、ウェンティ。緑色のマントで隠された後ろ姿、珍しく黙っている。軽やかな風、重くなる時もある。凡人が気がつけないほんの短い一瞬だけど。いやな、お前なんでそのポエム、なんで急にポエム読んでん。ウェンディと喋れや